園の人たちと初めて行く町のお祭りに参加できるなんてワクワクする。今日は目いっぱい楽しむぞ。跳ね回るっきゃねえ。デュース君とは趣味が合うんだ。あ、昔着ていた服とか残ってないかな。サイズ調整すれば着られるかも。バラの王国はガーデニングが盛んだから、いろんな球根や種が売ってるね。僕だったら実のなる植物がいいけど。ウサギは好きだから白ウサギの格好をするのはいいんだけど、このフリフリやリボンはどうにかならない？人がたくさんいて、お店もいっぱいあって、時計の街って賑やかだね。僕からすれば十分に都会かな。僕が買ったスコーンが気になる？じゃあ二人で半分こしようか。大きく割れた方は僕がもらうね。時計の街ではマジホイのカスタムパーツも作ってるんだって。自分専用のマシン憧れちゃうな。シルバーさんって俊敏で物静かだから、本物のノウサギみたい。子供の頃に飼っていたウサギに似てるかも。オルト君は料理の栄養素や成分も分析できるんだ。すごいな。農作物の品種改良とかにも活かせそう。この国の人は優雅なティータイムを大切にしてるんだね。豊作村でも畑仕事の合間にのんびりお茶を飲むよ。写真を撮るからポーズを撮って。じゃあ足を開いてしゃがみ込んで、最後にカメラを睨み上げる。あ、あそこのお店で輪投げやってる。せっかくだから勝負しようよ。絶対に負けないからね。レース楽しかったな。ムカつく連中を任せてスカッとしたよ。